ただいまより2016年11月13日第一礼拝を始めていきます。その前に総額の中で主を待ち望みたいと思います。Thank you.
30番です。私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなたを母の胎にいる時から形作って、あなたを助ける主はこうおせられる。恐れるな、私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。この真ん中に今聖霊様を、またイエス様をお迎えいたします。主がこのところで豊かに働き、私たちのうちに傷があるかないかを見、傷があったら癒しを与えてくださり、また新しい霊を豊かに注いでくださり、この新しい週もあなたと共に歩む、御言葉と共に歩む力が与えられますようにお願いいたします。全世界で行われている礼拝、格別このところから志を持って、あなたの言葉を持って、宣教に出ていったフィリピンの働き、オーストラリアの働き、花巻の働き、所沢の働きを今日も祝してくださり、一歩一歩本当にあなたの御業がなされますように、
もし必要があるのでしたら、それをあなたご自身が満たしてくださり、またそのところであなたのリバイバルの技が始まりますようにお願いいたします。また私たちの家族、また親族、友人、知人、同僚、あらゆる方々にもあなたの祝福が及びますように。私たちは弱いものでなかなかとあなたのことを明かしすることができない時もありますが、その弱い器を通してあなたが豊かな憐れみを与え、またあなたの栄光を表してくださると聖書の言葉を通して約束してくださっているので、ありがとうございます。私たちはしっかりと御言葉にと立ってイエス様から目を離すことなく、本当にこの天に引き上げられるまでしっかりとあなたの道を歩むものとなさせてくださいますように。そして私たちのこの歩みが私たちの仙台の恵みになりますように、神様が導いてくださいますようにお願いいたします。また今日、またこのところで癒しの技、解放の技、救いの技が行われますように、またどうしても今日来れない愛する兄弟姉妹の上に覚えてくださり、そのところであなたが豊かに祝福を与え、また彼らも本当に祈り、あなたを求める時がを持つことができますように、本当に祈りの勇士として、救いの勇士として一人一人が立ち上がり、本当にあなたと共に歩むことを選んでいくことができますようにお願いします。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では続いて賛美をしていきます。許される方はお立ちください。歌集のこのいろんな色のがありますけど、47番49番と賛美します。Thank you.
では司会者の方で朗読させていただきます。マタイの福音書12章46節。イエスがまたまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に出ていた。すると誰かが言った。ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。後ほどこのところから私の母、私の兄弟と題しまして、ベニヤミン中野牧師よりメッセージをいただきます。ではその前に賛美グループの奉仕をお願いいたします。
今日は聖歌の、今日この教会で扱わない歌手ない本なんですけど、聖歌の398番、生きる会のなすと、本当に十字架だけが私たちの誇りですっていうふうな賛美をの音を演奏させていただきます。はい、それではもう一度ご起立ください。この赤い歌集から354番、355番、2曲歌います。354番、飛行機に乗って。Oh.
355番となります。イエス。感謝を持って、また主に賛美を持って喜び、また僕らとはこの礼拝に集ってきたことを感謝していきなさいと称されます。私はあなた方の感謝を通し、またこの信仰の歩みを通し、私の栄光を表し、私の週末における大いなるこのリバイバルの技を成していくと称されます。私を求める者に私は必ず答えることを覚えなさいと称されます。あなた方はこのまた忍耐を持ってこの心を静かにし、私の声を待ち望みなさいと称されます。あなた方には遅く思えるような時がたくさんあると思いますが、私は確かに語り、私の時にことをなしていくことを覚えなさい。また私は聖書を通し、またメッセージを通し、またあらゆることを通し、確かにあなた方に語ることを覚えなさいと称されます。私の生きる言葉を心から信仰を持ってこれを捉え、また握り、また私の言葉に従って歩んでいきなさいと称されます。私はあなた方を私のしもべ、また世の光、地の塩、また王なる祭司として豊かにあなた方を天の高さまで引き上げ、この週末の働きのために豊かに用いていくと称されます。私を明かし、私の十字架は明かし、また聖霊様の偉大な力を明かしていくようになると称されます。さらにこの全てを感謝し、また賛美をするこの道をあなた方はこの
全うしていきなさいと仰せられます。すべてのことに感謝すること、もし1週間してなかったらずっと礼拝の中においてでも、あなた方は一つ一つと困難なこと、また嬉しいこと、一つ一つをあなた方はと思い起こすたびに感謝を捧げていきなさいと仰せられます。また賛美を捧げていきなさいと仰せられます。それはあなた方の力となり、またそれが確かに働くことを覚えなさいと仰せられます。ハレルヤ。それではもう一度今の355番 S、 はい、これを歌います。それではお隣の方とご挨拶ください。ありがとうございます。